スーパーカミオカンデは岐阜県日騨市上岡町旧上岡鉱山内に設置された東京大学宇宙船研究所が運用する世界最大の水チェレンコ風中素粒子観測装置であるスーパー K と略されることもあるスーパーカミオカンデに設置されている光電子増倍館小柴正都のノーベル賞受賞研究の元ととなったカミオカンデと同じ原理で 大きく高性能化されている。5万トンの超純水を蓄えた直径40メートル、深さ41.4メートルのタンクと、その内部に設置した浜松ホトニクス社製の11,200本の光、電子増倍管からなり、紙を噛んでよりも性能が大幅に上がっている。この光電子増倍管で、チェレンコフ放射を観測することにより、様々な研究を行う。 1996年にスーパーカミオカンデが稼働したことにより、カミオカンデはその役目を終え、カムランドとして生まれ変わった。主な目的は次の通り。1、135の模型用紙崩壊観測を主目的としたカミオカンデは、カミオカニュークレオンディケイエクスペリメントの略した名称だった。蒸気の目的に加え、ニュートリノによる天体観測を当初から、 目的の一つとしていたスーパーカミオカンデは、スーパーカミオカニュートリノディテクションエクスペリメントと、スーパーカミオカニュークレオンディケイエクスペリメントの双方を略した名称となっている。スーパーカミオカンデを、東京大学宇宙船研究所附属カミオカ宇宙素粒子研究施設と紹介する文献もあるが、正確には、東京大学宇宙船研究所附属カミオカ宇宙素 粒子研究施設に存在する装置の名前がスーパーカミオカンデである。同施設はスーパーカミオカンデを中心にニュートリノや陽子の研究を行うための施設となっている。1991年12月に空間の掘削を開始。建設には旧カミオカ鉱山の運営者であった三井金属や三井造船が参画した。 1993年8月に深さ40メートルの円柱状に掘り下げる工事が完了。1995年中頃にタンクの建設が完成。1995年6月から光電子増倍管の取り付け作業と電子回路への接続が行われ、同年12月に完了した。以後、2ヶ月以上を要して5万トンのタンクを超純水で満たし、 1996年4月1日零時に完成した。1996年4月1日零時から、後日の破損事故までの時期を、スーパー神を噛んで愛と呼称する。1998年には、地球の反対側から飛来する大気ニュートリノの数が少ないことを示し、ニュートリノ振動の確たる証拠を世界に発信した。これにより、 スーパーミオカンデ実験グループはこの年の朝日賞を受賞している。1999年には世界初の長期戦ニュートリノ実験 K2K を開始し、大気ニュートリノで発見されたニュートリノ振動の検証に成功した。2001年にはカナダの巣の実験の結果と合わせ、太陽から来るニュートリノも振動していることを発見した。 これらの実験で検証されたニュートリノ振動に関する業績によって、梶田か明が2015年度のノーベル物理学賞を受賞している。2003年8月27日、東京大学宇宙船研究所上岡宇宙素粒子研究施設にて、内閣総理大臣、小泉純一郎らに、スーパー上岡んでを説明する東京大学名誉、教授。 小芝正都市2001年11月12日11時1分に光電子増倍管の70%を損失するという大規模な破損事故が発生した。高電管爆縮時の衝撃波による連鎖破壊で原因は補修作業時の負荷で基部にクラックが入ったためとされている。破壊された数量の光電子増倍管の生産には約4年を要するため、 2002年高電子増倍管にプラスチックカバーを被せる防爆措置を行った上で予備を加えた5200本の光電子増倍管を再配置し部分復旧された。これをスーパーを噛んで2と呼称する。この破損事故の振動は近くの高感度地震観測網上岡観測点において観測されている。2005年7月より スーパーカミオカンデの完全再建計画の実行が東京大学本部を通じて文部科学省によって承認され同年10月から観測を中止して破損光電管の交換作業を開始2006年4月にほぼ完了した2006年7月11日に建造時と同数の光電管を備えたスーパーカミオカンデ3として観測を再開した 2008年夏には、さらなる性能向上のために、信号読み出し回路の総入れ替えを行った。以降、スーパー、ンデフォーと呼ぶ。反電子ニュートリノに加えて中性子による信号を捉えるため純粋にガドリニウムを添加し新たな観測を行うための回収が行われた。そのためにまず2018年6月1日から2019年1月にかけて、 止水補強工事、タンク内配管の改良、不具合のある光電子増倍管の交換が行われた。その後超純水による試運転を兼ねた観測が行われた。これ以降をスーパー神岡かんで V と呼ぶ。そして2020年8月に純水にガドリニウムを添加した本格的な運用が始まった。2009年11月、民主党が行った。 行政刷新会議事業仕分けにおいて、国立大学運営費交付金、特別教育研究経費の交付額についての表情がなされた。仕分けグループによる表情の結果、廃止6名、縮減6名、要求通り2名となり、予算の縮減が決定した。この表記では研究の意義などは一切議論されず、ただ単純に予算全体を一括して縮減すべきであるという、 判断がなされた。実験代表者の鈴木陽一郎は予算の縮減による影響で観測が止まってしまう可能性もあり、そうなるとケウなニュートリノの検出を逃してしまうこと、測定器の質を維持できなくなることなどによって世界トップとなった日本のニュートリノの研究のはずが二流、三流となってしまうと主張している。本実験施設と KEKPS を用いた ニュートリノ振動実験によってニュートリノに質量があることが世界で初めて確認された。この発見により2015年に梶田隆明がノーベル物理学賞を受賞した。今後は j p a r の大強度加速器を用いた同実験によってニュートリノの,の正確な性質について明らかになる。本実験プロジェクトでは今後も太陽ニュートリノ観測、 宇宙由来ニュートリの観測、陽子崩壊観測、また、東北大学が神岡勘での跡地に設置したカムランド検出装置とも密接に連携し、ニュートリの物理学を発展させる予定になっている。また、国際プロジェクトとして進められている、ニュートリの観測網の一部として、今後も素粒子物理学の重要な実験装置となる。今後の計画としては、 スーパーカミオカンデの5倍の規模になるハイパーカミオカンデが2021年に着工されており2027年の実験開始を目指しているスーパーカミオカンデの実験エリアは日時人数を限定して一般公開を実施することがある検出機内部は非公開であるまた東大宇宙船研究所は広報と寄付募集のために スーパーカミオカンデのジグソーパズルを制作し、東大柏キャンパス一般公開や、東大生協などで販売した。ありがとうございます。